はい、どうも、神ヤンゲームズ、神ヤンです。今回も昭和駄菓子屋物語、続きやっていきたいと思います。さあ、店はガラガラ、ゴミが店裏口にたくさん落ちています。さあ、放置していたので、お客さんが来ていない状態。さあ、仕入れをしていく。はい。以上、神庵でした。バイバイ。